えー、今週の負けです、今週は東さん、男性50代、京都府の方であります、えー、私の住む京都市ではです、ね、財政状況が逼迫して、新たな財源を模索しております、京都市債も含めて、えー、全国の地方債が200兆円あるそうですが、この地方債も日本銀行が制度を変えて引き受ければ、えー、財政赤字問題も解決すると思います。えー、ということで、えー、日本銀行に引き入ってもらったらどうなのかと。 いうことなんですよね、まあ、こうしたご質問、実はたくさんあるんですね。で、結論に言うと、要するに、あのー、日本、えー、国債はですね、政府が出している債務。で、そして政府は、えー、通貨、えー、つまり1万円、ね、2万円という、この円というものを出しているのも実は通貨、あの、政府なんですよね。で、まあ、事実上、それを出すのは日本銀行という、まあ、 政府機関ですよ。で、政府機関を通じて、そのお金が出されるんですけれども、ね、お金を、えー、出す権限があるのは、えー、この政府そのものなんですね。日本銀行も含めた。で、そして地方の政府、地方自治体というのはね。で、ここは、それぞれ主催を出すことができるけれどもですね、えー、その主催の、えー、返還をするのにですね、えー、やっぱりこれ税金で返さなきゃならない。それは何かというと、通貨発行権というのがないから、 なんですね、あの前にギリシャの問題で言ったと思いますけれどもギリシャが財政破綻したのは何かとでこれは EU に入ったからとで EU に入る前までは、ね、ドラクマという通貨を発行していてで自分の国の通貨で、えー、この予算を組んでいた。 でそ,のそのことによってどん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 お金出しますからね、えー、通貨の価値が下がって、まあ、ドラクマ安ドラクマ安になることによって、えー、物を輸入するのは大変になるけれども輸出するのは簡単になるわけですねでそのことによって、まあ、経済立て直したりすることができたわけですけれども EU に入ってしまったためにですね EU というのは事、えー、実上この丸く えこれが私軸通貨でえこの要するに EU のユーロの価値を決めてるわけですよねだから、マルクは高いですからドラッグマイルも高い値段がついちゃったとで高い値段がついちゃうとですねえ今度は輸入するのはいいんだけれどですあの輸出ができない,ねあのあのそういうギリシャのような国ではですねだから大変国民が貧しくなっちゃう。 ということで財政破綻になってくるわけですね EU のユーロは ECB という欧州中央銀行が管理してますからそちらのいわゆるギリシャの都合でですねじゃあそれ買いましょうやりましょうなんてことはできないわけなんですよね EU 全体の経済指標を見ながら通貨発行を決めていくということなんですね で、同じことが京都市や、まあ、大阪府京、京都府なんかもそうですけれども、交際、私祭負災というのを出してますね。で、これを、えー、召喚するときは、やっぱり次の 税金ででしてていってるわけなんですね新たな支配・支配という形の、えー、この形ではできないということになっているわけです。まあ実際にはそういう、えー、新しいの入れ替を出したりしてるんですけれども形の絵では通貨発行権というのがですね、えー、この地方公共団体にはありません。ありませんから、えー、これは、えー、引き受けることができない。 でもしそれを引き受けることにしちゃったらですね、えー、何でも全部出したら引き受けてくれとなるっちゃうとそれはあのどういうことになるかというとあのコントロールができなくなるんですねあの国債は政府が一応、えー、国会予算の中でコントロールしてますねでそれぞれところが、えー、京都市京都府はじめ地方の政府が、えー、同じように全部何でも出せますよとなるとこれはもう止めどないこれインフレになっちゃいますよね えー、それを制御する方法がないわけですから、えー、お金の出し入れは地方政府が好きなだけ出していいということになるんですねでところが国債の場合でしたら、えー、この国債をどれだけ出すか止めるか増税するかというのは政府が一元的にこれ管理できてるんですよだから今のように、えー、デフレ状態でコロナのように需要不足この時は政府がどんどん出せばいいと。 でそうなったらインフレになるじゃないかという人がいますがそうなった時は出し方を弱ろめればいいし税率を上げればいいし、ね、金利を上げればいいしと、まあ、いろんな政府の政策手段が政府の手によって変えることができるんですねでこれが通貨発行権を持ってるという意味ですよそもそもねところがそれを全部の市町村都道府県に渡しちゃったらそれはもうとんでもない状況になるのは ご理解いいいただだけると思いますすねねからでできないんです、ね、じゃあどうすればいいのかと,というのはこれは簡単で要するにそれは、えー、国の方が交付税をですね赤字国債を出すことによってどんと増やしてあげればいいんですよで今コロナで、えー、京都市だけじゃなくて、えー、他の市町村もね大変な財政難になってますよ でそ,のそのための公債を、えー、出すために、えー、あの彼らが、えー、あの財源を出すために私債を出してるわけですけどねだから、えー、それぞれの私債は出さなくていいと国の方が全部一元的に管理して、えー、国債を赤字国債を出して交付税を出しますとだからその分そうするとあの京都市など、えー、京都府も含めて市町村都道府県は、えー、公債を出さなくていいわけですね でそうすることによってこれ救われるわけですそして一元的に経済全体を管理することもできるんですねだから主催などを日銀に引き受けさせることはできないけれども国がドンと構えてやればいいとそれだけの話なんですねぜひ皆さん方もそういうことを地元の国会議に言ってあげてくださいということで今週のおまけでしたありがとうございました